よし。あんた、あの頃何なのさ。港の横浜横須賀。半年前に辞めたからさ。あがいた時にはありがちなんだ。お客を取ったってさ、それはもう大騒ぎ。よかった、確かによ。あんた、あの頃何なのさ。港の横浜横須賀。浜田の流れで来たのかね。Thank you.
髪の毛の色だったよ。あんた、あの子の何て言うの？ヨーコ、ヨーコ、ハマヨーコスター。半年前にやめたはずだ。あらゆる死ぬの挨拶やるだろ。マリのお客を取ったってさ、それはもう大騒ぎ。あんた、あの子の何なのさ。港の横、横浜横須賀。浜田の流れてて、千代川の上に来とってよ。前の間さ、小さな子を拾ったら悪いこれ、本当だよ。これ、一人から辛いな。あんた、あの子の何なのさ。港の横、横浜横須賀。大事な相手たち、かわいそうだったね。あんまり何も言わない子だったから、こういうことも話したし、前髪残したまま、一つ一つと思ったらしい。あんた、あの子の何なのさ。港の横、横浜横須賀。あそこの隅を戻すから客などが触ってやって一緒に歌ってやっちゃったらダメダメダメではありますし、どうにかしたらずやと思う。あんた、あの子に惚れてるね。港の横